この方向なら成功するかもしれないな。戻ってデータをチェックしよう。見よ、天才的な一手。どうやって破るべきか。そう聞くのはアホだけだ。ここに打ちさえすれば、悩んでいるようだな。トラブルか。あ、それなら自分で何とかしろ。それは自身の存在を維持できず消えてしまいました。まるで存在しなかったかのように。脅威は排除された。ここを離れよう。クラブ会員番号83番ミス・ヘルタが宇宙ステーションで襲撃され行方不明になりました。なお現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。これは計画的な襲撃ね。結論、敵の目標は宇宙ステーションですが、手段はまだ分かりません。あ、その通り。それが彼を必要とする理由だ。あ、ヘルタの人形が襲われる前最後にあれを見たのは彼だからな。お前は？あ、うん、
こちらはカンパニーの学術代表、博識学会のレイシオさん。意識を取り戻したばかりで、まだぼんやりしているようだ。いくつかヒントを出そう。ミス・ヘルタ単押し速報、緊急ニュース、緊急ニュースをお伝えします。ミス・ヘルタ襲撃事件に新たな進展がありました。アナイア・レイトギャングが今回の事件の犯行声明を発表、次の行動に移るとのことです。教会はこれを強く非難しており、聖冠の神々は世俗を超越した存在、卑小な衆生になど目もくれない、不相の衆だけが各世界に壊滅の恩恵を浴びさせられるのだ。しかしこの恩恵を拒み、不相から逃げようとする臆病者は必ずいる。せいぜい逃げるがいい。どこへ逃げようと、いずれ破滅は訪れる。まさか。どうしたの？火が。お待ちしておりました。さまざまな茶番と苦悩が見られるだろう。所詮凡人だからな。